こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日はフライパンでカリッと焼いて蒸し焼きにする小籠包をご紹介します。焼きたては皮の中からジューシーな肉汁が出てとっても美味しいですよ。最後までぜひご覧ください。材料はこちらです。長ネギはみじん切りにします。生姜は皮をむいてすりおろします。ボウルに長ネギ、生姜、豚ひき肉、醤油、酒、鶏ガラスープの素、水を加えて手で大きく混ぜていきます。水がたっぷり入りますが、混ぜていくうちに肉の中に混ざっていきます。大きく回しながら2、3分混ぜ合わせてください。空気を入れるように混ぜていくと、だんだんと水分がなくなり、全体が白っぽくなってきます。弾力が出てきたら完成です。泡立て器を使って混ぜてもいいですが、とにかくしっかり混ぜることがポイントです。ビニール袋に入れて空気を抜くように口を縛ります。この状態で冷蔵庫に入れていただくと2日間保存可能です。餃子の皮を並べます。餃子の皮は大判サイズを用意してください。ひき肉種を入れたビニール袋の角をキッチンバサミで2センチくらい切り落とします。切った部分から肉種を絞り出して餃子の皮の中心にのせます。絞り出すときは広がらないように中心にこんもりと出してください。ここから包み方です。まず皮の縁に水をつけます。皮の縁を持って内側に折り返し、5ミリの間隔で横に倒しながらひだを寄せていきます。出来上がると中心に5ミリ程度の隙間が空きます。まず皮の縁に水をつけます。皮の縁を持って内側に折り返し、5ミリの間隔で横に倒しながらひだを寄せていきます。最後はお花のような形になります。水をつけたら皮の縁を持って内側に折り返し、5ミリの間隔で横に倒しながらひだを寄せていきます。出来上がると中心に5ミリ程度の隙間が空きます。フライパンに油を入れて小籠包を並べて中火にかけます。皮に焼き色がついたら
60cc の水を回し入れます。すぐに蓋をして水がなくなるまで 3,4 分蒸し焼きにします。焼き上がったら熱いうちにお好みのタレをつけて召し上がってください。熱々を食べるとカリッと焼けた皮の中から肉汁がたっぷりと出てとっても美味しいですよ。肉ダネに水をたっぷり練り込むことで焼き上がった時にジューシーな味わいになります。焼きたてはとっても美味しいですが、やけどには気をつけてください。とっても簡単なので、ぜひ作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。